さあ、ゴナ東京は翔太選手、ゆかり選手、タカ選手が出場です。それでは参りましょう。チャリオット VS ゴナ東京の試合です。ハローファイト。さあ、この戦いもパラメーターが全く同じ状態で戦っています。1人シールドを一番マックスまで振ってる選手ですが、この先制点はかなり油断しましたね。これは今チャリオットにかなりいい流れが来てるのではないでしょうか。ここからね、まだまだ試合始まったばかりなので、ゴナ東京が取っていけるか。さあ、シールドをね張って後ろに入りながらやっております。さあ、ゆかり選手が、シールドプレイヤー1枚のライフ残しながら、まずねかなり攻めのせ、あおっとすごいですね。かなりスレスレ取られそうな球の位置ではあったんですが、しっかりね避けてきました。さあ、まもなく残り時間が30秒、1対1の同点です。さあ、チャリオタね若干ライフの枚数少ない、全員が1枚。さあ、ここからです。さあ、ゴナ東京まとめて点数取っていけるか。チャリオット粘れるか。粘りました。さあ、同点、お互い一歩も譲らない。さあ、先制点決めてくるのはどちらだ。残り時間も迫ってまいりました。さあ、ここで1枚、これで点差を広げるか。3対2、残り10秒。さあ、翔太選手が前に出て、マッチアップの状態、4枚できた。3対3の同点。さあ、ここから延長戦です。時間無制限で先に1点取った方が勝利のね、サドンデスマッチになります。オーバータイムマッチですね。さあ、相手より先に1枚取るのはどちらのチームだ。さあ、ライフ1枚の選手が2人ずつ。さあ、粘りきれるか。さあ、なかなかね点数決まりません。かなりね避ける方にねシフトしている状態。さあ、ゴナ東京全員がライフ1枚だ。さあ、これはねどこに球を集めるか。決めてきた。4対3でチャリオットの勝利です。おめでとうございます。